はい、どうもビーレジェンド影谷です。今回ご紹介したいのはこちら、ビーレジェンドカゼイン&ホエでございますね。もうカゼインね、もうすでに飲んでいただいている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひですね、まあ、ちょっと今回ご紹介したいなと思います。まあ、特にね、これから減量なんか始まってくるとお腹がね、結構減ると思うんですよ。で、もちろん普通のプロテインなんか飲んでもらうとかなりあの BCA なんかでも空腹を抑える性質がありますしね、プロテインなんかでも当然タンパク質のパウダーなわけですから、あの腹持ちもあるわけなんですが、こちらのカゼイン&ホエイに関してはもっと腹持ちが良くなります。でね、もう実際飲んでいただいた方は分かると思うんですけど、通常いつも通りやってもらうシェイクね、まあ、いつもだったら 200cc にスプーン4杯でシェイクして、まあ、飲んでもらってるわけなんですけれども、これね、目安にしてるのは250から350ミリのお水で3、4杯で入れてくださいっていう風にあのパッケージには書いてあるんですけれども、まあ、それだけ、ちょっと水分量多めで おすすめしてるんですよ。というのはいつも通り 200cc でスプーン4杯でやると結構ね、やった方は分かると思うんですけど、こってなんていうか、ヨーグルトみたいな感じになっちゃうんですよね。なので、もう少しさらっと飲もうと思うと 300cc ぐらいがまあおすすめかなというふうに思います。僕は風邪に飲むときは 300cc で飲みます。で、なぜそんなに、まあ、コテコテになっちゃうのかというとですね、まあ、このカゼイン自体がちょっとホエーとね、普通のホエーと比べるととろみが出ちゃうんですよ。なので逆に言うと、このとろみが出るっていうことが消化吸収をゆっくりしてくれるから、お腹の中でこうすぐね、消化吸収されずに長い時間持ってくれると。で、血中アミノ酸濃度ですね、血の中のアミノ酸の濃度をですね、長い時間一定に保ってくれる。で、まあ、ここにも書いてあるんですけれども、こうね、夜用って書いてあるんですよ、夜用ってね。で、あの夜用って書いてあるけど、じゃあ夜しか飲んじゃダメなのかって、そんなことは当然なくてですね、まあ、寝てる間に食事が取れないということは、血中アミノ酸濃度、血の中のアミノ酸の濃度が下がってしまって、こう回復がね、長時間促すことができないと、ということで、なんかこうカゼイン&ホエイ飲んでいただくと長い時間かけてゆっくり吸収してくれるから、だからこう回復も寝てる間もずっと回復してくれるとっていう特徴があるんですね。でね、じゃあその理屈から考えると、減量期の人だったらこのカゼイン&ホエイを飲むことで、まあ、長い時間ね、空腹じゃない状態を保つことができるとという特徴もあるので、まあ、あの僕結構ね、よく言ってるのは、あの減量期なんかだったら朝食にカゼイン&ホエイ飲んでもらうと、結構ね、お昼過ぎぐらいまで、空腹が起こらないとかね、ということもあります。で、お昼の間食とかね、例えばお仕事の方で食事から食事までの間が結構時間が空いちゃうなんていう人なんかはカゼイン&ホエイ飲んでいただくと、まあ、あの結構ね、あのお腹減ってこないのでいいんじゃないかなと思います。で、まあ、カゼインとホエイ、カゼイン&ホエイってただのカゼインじゃなくてね、ホエイも混ぜてあります。91でね、カゼインとホエイ91で、まあ、9カゼインなんですけれども、まあ、そうすることでですね、まあ、丸々カゼインだけで、吸収ゆっくりっていうんじゃなくて、まず最初に、1割のホエイが吸収が始まって、でそのホエイを吸収しつつカゼインも徐々に吸収してくるから、もう結構すぐからずっと7時間8時間長い時間吸収が続くと。だからカゼインだけだったらね、最初なかなか吸収されずに、まあ、2、3時間経って徐々に吸収され始めるっていう風になってくるので、ホエイも一部混ぜてあります。はい。で、ビタミン関係はね、他のビーレジェンドシリーズと一緒で、まあ、ビタミン C とかビタミン B6 とかも入ってるので、まあ、そういった意味でもタンパク質の同化作用、筋肉を修復するのには非常にいいんじゃないかなと思いますし、味の方は最初はいちごミルクだけだったんですけれども、大人のミルクティーもね投入しましたので、まあ、ぜひね、いろんな味を、あの大人のミルクティーは本当にミルクティーの味です、もうそのままなんですけど。でね、いちごミルクに関してもいちごミルクなんですっていうんではちょっと全然説明になってないな。あのね、こう三角のピンクのこの飴あるじゃないですか、あのいちごの模様が入ったこう飴玉のやつあるじゃないですか、 あんな感じの味です。はい。ということで、まあ、あのこのいちごミルクね、やっぱり味美味しいんですごく人気ですし、
ミルクティーなんかは本当にね、ミルクティー的に、まあ、アイスミルクティーになるんですけど、的に飲んでいただけると思うので、こちらもおすすめです。はい、僕は個人的にいちごミルクの方が好きですけど、まあ、人によってはね、大人のミルクティーの方が好きだっていう方も結構いらっしゃるので、まあ、お好みでお試しいただければと思います。はい、ということで、まあ、この減量がね進んでくる、まあ、この夏に向けてですね、カゼン&ホエーもうまく活用していただければいいんじゃないかなと思います。お値段はどちらも4100円でございます。4100円ね、ぜひお試しください。はい、ということで、今日はビーレジェンドカゼン&ホエーのご紹介をいたしました。ということで、またお会いしましょう。さよなら。